選手の入場です。赤コーナーからは劉光勝弘、日本フライ級2位です。今日は渡辺ジムに友達がたくさんいるという DJ のコブラさんが入場曲を担当しています。軽快な音楽がこの後楽園ホールに流れています。劉光勝弘、赤コーナーの奥から姿を現しました。まだ顔は見えません。こちら左側、向かって左側が DJ のコブラさんです。高校時代は国体のチャンピオン、近畿大学を卒業して一昨年プロデビュー、そして去年は A 級トーナメントで優勝、6月には日本タイトルに挑戦します。エリート街道を突っ走る劉光、タイトルマッチを控えていい勝ち方をしたいところです。はい、負けはなし、日本フライ級2位劉光勝弘です。フィリピンからナタール・バルセロナ、フィリピンフライ級の2位、25戦して14勝9敗、2つの引き分けです。レフェリーは熊崎光大、共にフライ級の選手ですが、今日はリミット 52.1キロ、ジュニアバンタム級のウェイトで行われます。左がナタール・バルセロナ、そして右が劉光勝弘。普段は前髪を垂らしている劉光ですが、今日はオールバックにしています。第1ラウンドが始まりました。ジュニアバンタム級の10回戦です。劉光勝弘とナタール・バルセロナ、黄色いトランクスが劉光、黒いトランクス、黄色のサイドラインが入っているのがナタール・バルセロナです。共にサウスポー、そして劉光が日本フライ級2位、ナタール・バルセロナがフィリピンのフライ級2位ということで、フィリピンと日本ともに2位の選手です。まずナタール・バルセロナが出ていきます。飯村さん、はい、バルセロナなんですがね、ここ何試合かの試合を見ますとね、かなり調子を上げてきてるそうなんですね。そうですか。で特にね、はい、バルセロナの売りとしますと、パンチ力というよりはむしろタイミングのいいパンチ、これでね、はい、かなり相手を倒すケースが非常に多いということですね。そうですか。青コーナー、ナタール・バルセロナサイドは田原宏アナウンサーです。沼さん、調子が上がってきているバルセロナということですが、はい、非常にその右の使い方も伸びがあるしですね、はい、よく相手を見てまあまあの選手ですよね。そうですか。まあ、あの劉光ですけどね、はい、やはりそのこの距離でしたら、もしかしたらそうですね、この右ですね、右ストレート、右ジャブを使い、相手が打ってくるところその左ですね、左で止めといて右フックですね、こういうのはそのパターンのボスのボクシングを徹することでしょうね、はい、第1ラウンド間もなく半分です。大橋さん、この劉光の魅力というのはどのあたりなんでしょうか。そうですね、やはりこのスピード感でしょうね、はい、もうスピード感は抜群になりますし、あとこの、まあ、この、まあ、華麗なフットワークと、まあ、テクニック、この辺は、ね、魅力的な一面ですよね、はい、ただ今日はちょっとややね、今日サウスポー同士ですから、もう少し右を多用したいんですけども、はい、ちょっと右が少ないような感じにしますね。まあ、それも硬くなってるよね。まず劉光としては相手の動きを見て、それから試合を組み立てていくんだという話でした。これは決して相手に合わせるのではなくて、それが自分のスタイルなんだということ、まあ、そうですね、自分のそのボクシングですからね、はい、右から入っていきます。バルセロナ、劉光左、そして右を軽く返します。この辺のね、左のストレートでもその打つタイミングでですね、はい、そのズバ抜けてますよね、タイミングですね、非常にその間合いといいですね、打つ角度非常にいいと思いますよね。ただいかにその、一発パンチ力はないですからね、はい、まあ、その戦術をちょっと見せる場面にはちょっとねマイナス部分もあると思いますけどね、はい、第1ラウンド残り30秒切りました。おー、右、
入ってくるところ、そうですね、タイミングいいですね、タイミングのいいミニフックですよね、はい、その後の攻撃が課題なんですね、はい、やはりそのあたりが大橋さんの先ほどおっしゃってたプロとしてはそのまとめるところということなんでしょうか。ちょっと迫力に欠けるという点もありますよね、はい、バルセロナが追っていく、しかし軽くかわしています龍光です。タイミングでプラスリップです。ここで第1ラウンド終了しました。沼田さん大橋さんともに10対10、第1ラウンドは差がつきませんでした。いよいよ今日からだわね。うん、いよいよ明日ですね。普段通りでいいんだよ。私たちのサターンが発売されます。普段通りビシッとやっていこうと思います。霊を尽くす会社、霊を尽くす車、サターン。このミントを食べてキスをしましょう。瞬間制御チュー。こちら赤コーナーの龍光和弘です。渡辺ジム、現在日本フライ級の2位にランクされています。そして6月25日には、現在チャンピオンの新日本大阪ジム鈴木カバトと日本タイトルに挑戦することがすでに決まっています。日本タイトルマッチを控えまして、うん、このバルセロナとの試合は綺麗に勝っておきたいところです。そうですね、リュウコンとっちゃですね、はい、まあ、試合の内容もそうですけども、絶対その負けられない試合ですよね、うん、黒いトランクスのバルセロナはフィリピンフライ級の2位、リュウコウが日本フライ級の2位です。バルセロナが積極的に攻めます。まあ、思いっきりのね、いいその歯切れのいいその打ち方しますよね、バルセロナ、はい、ただバルセロナも非常にガードが高くてね、はい、そう簡単にはパンチを許しませんね。リュウコウも軽く出しますが、これもバルセロナのこのブロックの上からですね。そうですね、低く前傾姿勢のバルセロナ突っ込んでいきます。で、打つ時はバルセロナ選手この思いっきり打ってきますんでね、はい、こういう選手っていうのは本当非常にやりにくいんですよね。左から右です。リュウコウ、リュウコウのいい左手ですね、タイミングよく決まってますよね、はい、右を伸ばすリュウコウです。お、右です、右を合わせました。相手が入ってくるところ右のフック、こめかみに当てます。飯村さん、はい、赤コーナーですがね、セコンドはね、第1ラウンド緊張感ないといい感じだと、相手のパンチもよく見えているという話ですね、はい、で先ほど放送席でも指摘ありましたが、右がもう少しやはり上下に出ると楽になるんだがという話でしたね、はい、でこれまで KO 勝ちがないんですが、今日はチャンスがあれば5をかけますよという話でした。はい、まあ、今のところ大事に大事にね、戦ってるような感じでしょうね。赤コーナーからは大熊英二アナウンサーです。ただこの龍光選手、右が少ないわけというのは、はい、このバルセロナ選手が右を出したところに左を、ね、思い切り合わせてくるのを狙ってるんですよね。あ、そうなんですか。それでちょっとね、出しにくい感じになってるんじゃないですかね、はい、やはりそのあたりを警戒しながらということなんですね。ナタールバルセロナ、第1ラウンド、そして第2ラウンドと積極的に前に出ます。まあ、バルセロナもこの距離を、ね、はい、取られるとやはりその苦しいですよね、右です。この右を出せという指示が赤コーナーセコンド陣からは出ています。龍光は黄色いトランクス、おお、パンチをまとめますバルセロナ。右に左に華麗に舞います龍光和弘です。まあ、この辺はね、バルセロナ手を出しても深く使うことができますからね、はい、なかなかついていけないと思いますよね、距離感取られるとですね、やりにくいと思います。この龍光とスパーリングをした渡辺ジムの選手もとにかくパンチが当たらないんだという話でしたね、それとその打っていくところのその出腹ね、はい、右フックなり、あ、ワイバーライフです。これはカウンター気味でね、狙いパンチになってます ね、おー、攻めていく、左強烈なフック、今の左に右のですね、右当たった、キャッチしたんですね。第2ラウンド終了です。沼田さんの採点は10対10、差がつきません。そして大橋さんは10対9バルセロナにつけました。準備、This ain't ジンビーム。魂で生きている、これぞバーボン、ジンビーム。 BHS のおじめっせいサービス、その名もキャラメール、キャラメール、風邪くんも一緒に75時遅れるキャラメール、キャラメール。
第2ラウンドの攻防です。この左ですね、やっぱりね、一番気をつけなきゃいけないね、パンチョね、この右に出したところにね、はい、左合わされちゃいましたね。バルセロナが左の大きなフックを当てました。大橋さんは10対9とこのバルセロナに第2ラウンドつけています。第3ラウンドが始まりました。ジュニアバンタム級の10回戦です。本来2人はフライ級の選手ですが、フライ級より 1.3 キロ重い今日はジュニアバンタム級の 52.1 キログラムのリミットで行われています。劉光は昨日の計量では 52.1 キロちょうどでクリアしました。そしてバルセロナはやや余裕のある 51.8 キロで計量をパスしています。まあ、2ラウンドですか、はい、バルセロナの左フックですね、このパンチを受けたことで相当バルセロナもこの左狙ってくると思いますよね。ですからその劉光とした劉光としてはですね、やはりそのガードですね、ガード特にそのしっかり引かなきゃいけないですね、特に右のガードですね、劉光は。そうですね、右から入って左の大きなフック、バルセロナです。まあ、渡辺会長もやはりフィリピンのランカー2位だから相当手強いだろうという話はしてましたが、パンチ力というような点ではこのバルセロナはいかがですか。まあ、一発パンチはないんですけどもね、はい、ただそのまともなその思い切りを作るパンチはその要注意しなきゃいけないでしょうね、まあ、ちょっと先ほどの左をもらったことでね、劉光選手ちょっとなおさらちょっと右が出にくくなってますね。あ、そうですか。まあ、警戒するとなかなかね、はい、右が使えなくなりますよね、左ですね、狙ってきてますよね。まあ、一発で来る分にはまあいいんですけどね、その後その返しのパンチですね、はい、こういうパンチからもう一回その左フックですね、はい、こういうパンチがやはり一番怖いと思いますから、そういうパンチはやはり警戒しなきゃいけないですね。劉光の左が当たりました。劉光選手ももう少しね、このフェイントをかけるなり、こういろんなね、工夫して試合を組み立てれば、もう少し楽に戦えると思うんですけどね。劉光左から入った。左を合わせます、バルセロナ。まあ、今当たりがちょっと浅かったんですけどね、振ってきますね、まあ、ですからその右が使えなくまた部分ですね、左ストレートフェイントで使ってですね、右フックを返し、また3発目はその左ストレートですね、そのパンチを決め手に使った方がいいと思いますよね、それとやはりその深追いしないということですね、左もありますね、紙一重のところで、かすったという感じでしたが、そうですね、まともに当たると怖いですね、ヒヤッとしますよね、思い切り打ってきますから。バルセロナ左だけではなく右のフックも思い切り振っていい、右フック。でもまあちょっとねオープン気味なところありますね、当たった時ね激しい音するんですけど、ちょっとこれはオープンブローだと思いますね。劉光が冷静に相手にパンチを与えていきます。来ましたね、今いいですね、この線ですね、いわゆるその大分なパンチで強固なパンチですね、大きいですね。第3ラウンド終了しました。沼田さんは10対9劉光、そして大橋さんも10対9劉光につけました。大切なのは精度の高い技術を身につけること、その中で技術とスピードのバランスを持つこと。スピードが技術を磨き、技術がスピードを磨く。スポーツが好きだ、 GR ベータ RS チューム2新登場ファルカン。明日ヨーロッパ行くね、今月3回目だけど日帰りやね。関西から一番近いヨーロッパ、ポルトヨーロッパとお魚新鮮黒潮市場、和歌山マリーナシティ。刺身めっちゃうまいね。第4ラウンド終盤の打ち合いです。劉光、いやー、そしてこのバルセロナの左、劉光も打ち返します。このあたり見応えありますが、まあ、やってる方としては大変ですね、大変ですね、はい、もう瞬間瞬間場面にね、はい、ヒヤッとする場面もありますからね、それとこのバルセロナ選手の方は、はい、この左じゃなくて今度右服を今度、狙い撃ちしてますね、はい、この大橋さん、フックというのはなかなか相手にとっては見えにくいものなんでしょうか。そうですね、このストレートストレート打ってきて、はい、これフック打ってくれるとこの死角に入ってくるんで、本当にこのバルセロナ選手の打ち方っていうのは本当に見にくい打ち方なんですね、はい。右から入ります、バルセロナ。劉光の右フック、
ただ劉光選手のようなこの正直なボクシングしてるタイプにはこういうバルセロナ選手みたいなパンチっていうのは結構当たりやすいんですよね。そうですか。右を伸ばします。劉光バルセロナが前進。劉光はアマチュアで110戦の経験があります。85勝25敗ということで、勝率は7割7分2厘。85勝のうち45の RSC、KO 勝ちがありますので、まあ、決してパンチ力はない方ではないという渡辺会長の話もあります。まあ、一発パンチはないんですけども、おそらくそのコンビネーションブローですよね、それでほとんど倒したと思いますけども、まあ、プロになるとなかなか相手倒れませんからね、頑張りますから、そういった意味でその KO 率ないと思いますよね、左から右のフックを持っていきます劉光。ちょっと攻めにくいですね劉光、相手がその劉光が打ってくるその合わせような打ち方をしますからね、なかなかその入って打てないわけですよね、お互い相手がこう打ってくるのを待ってる待ってるような感じですからね、このようにお互い見合う時間が長くなっています。リング中央です。顔が見えているのが劉光。本当に駆け引きをしている場面ですよね。一瞬でこの勝負が決まりそうな、そういうちょっと緊張感もありますね。振り当たった劉光の右です。ちょっと大きめでしたね、ちょっとね、開いていますね、あれがナックルで当たってれば、ダウンシーンもあったかもしれないですね。左アッパーを狙いますが、これはちょっと遠かった劉光です。右から入っていきますバルセロナ。ミフク相打ちですね、バルセロナも左ですね、聞いてないですね、足がちょっと絡まったような感じですね、バルセロナ。劉光攻められるか。ただここでちょっとね、見ないで一気に攻めたいんですけどね、そうですね。ミフクこれは空振り、ちょっと力んでますよね、まあ、ショートでね軽いパンチ欲しいですよねこの辺で、最後フック、しかし空振りです。もうちょっとね2パンチを入れて2パンチを入ればいいんですけどね、全部2パンチ打ってますからね、第5ラウンドも時間がなくなってきました。劉光の左ストレート、第5ラウンド終了です。沼田さんは10対9、このラウンドも劉光、大橋さんも10対9、劉光につけました。 There are a few absolute musts for my music. Good vibes, talented partners and an excellent suit. I like FF1 suits have become one of those elements. 腹減った。作ってくれる彼氏なし。チンしてカレーライス。一人でチンして。私のカレーはご飯ふっくら大塚のあ、あれ食べる。ボンカレーの大塚から。ジュニアバンタム級の10回戦です。劉光和弘とナタールバルセロナ。日本フライ級2位の劉光にフィリピンフライ級2位のナタールバルセロナ。これから第8ラウンド、残り3ラウンドとなります。ここまで沼田さんの採点では3ポイント劉光がリード、大橋さんの採点では2ポイント、この劉光がリードしています。しかしなかなか決め手になるようなパンチを、有効なパンチを相手に見舞うことができません劉光です。まあ、残り3ラウンドとなって、スタミナも十分だという劉光ですが、沼田さん、これからこう残り3ラウンドでうまくまとめていきたいところですね。まあ、そうですね。それだけはその冒険もね、しなきゃいけないですよね。まあ、大橋さんも数々のこの試合を経験されてきましたが、なかなかこうなんていうんですか、相手にこう向かっていく勇気というのは、こう恐怖感というのもあるんでしょうね。まあ、そうですね。まあ、この一発をね、相手も狙ってますからね。そこ行くっていうのは本当に怖いんですけど、でも行かなくてはまあプロですからね。まあ、劉光選手もこれね、アマチュアの試合ならばこれでも完勝なんですけども、もう今はプロですからね、もうまあ決定的な、まあ、攻めは欲しいですね。今のパンチ効いてるんですけどね、ここはもうちょいね、畳みかけるような連打が欲しいですよね。ここで行きたいところです。劉光、劉光の右です。また右を伸ばす劉光。まあ、ここでこう見合ってしまって、相手もダメージ回復してしまいましたからね。そういうところでね、チャンスを逃しちゃってるんじゃないですかね。劉光もなかなか手が出ません。左を伸ばしますが、これは顔面に届きません。バルセロナが右を伸ばす。劉光がじりっじりっと前に出ます。
リフク右ですが、これはグローブに当たっただけ。左リフこの右フック、今の右フックはね、はい、非常にいいタイミングでね、ナックで切っておってますから、はい、あとはもう少しその勇気持ってね、はい、攻めるってことでしょうね。そうですね、もう、この強引にね攻めても、はい、そろそろいい場面ではないかなと思うんですけどね。第8ラウンドも残り1分を切りました。飯村さん、左、はい、セコンドからもね、どんどん前へどんどん前へという指示出てますね、はい、そうですか。赤コーナーから大熊アナウンサーです。まあ、そのあたりセコンド陣もややもどかしさを感じているのかもしれませんね。まあそうですよね、もうこの場面ではもう体でもロープに押し込んで、はい、まあ、連打するって気持ちで言ってもね、いいと思うんですけどね。そのぐらいの気持ちで、しかしバルセロナもこの時折ものすごいパンチが来ますからね。まあそうですよね、こういうパンチがかなりそのデューポーとしてはですね警戒していると思いますね、さあ残り20秒、押していきます。デューポーです。追い詰めることができるか。デューポー細かいパンチ連打でいきます。さあデューポーは攻める。そうですね、もっとここでいかないと、はい、ここはやはり小さいパンチですね、まだ上下の打ち分けではいいんですけどね、はい、よし手を下がっちゃう、締めちゃいますからね、そうしてますよね、はい、第8ラウンド終了のゴングです。沼田さんは10対9、大橋さんも10対9、このラウンド流行につけました。焼かない肌も焼いた肌も光り輝け、夏肌光る。カネボーブロンズラブ新登場。ナミエちゃんのためならバイトバイトバイト、ナミエちゃんの、あ、ナミエちゃん、ヨーコちゃんのためならバイトするなら2ヶ月後6月25日には日本タイトル挑戦、新日本大阪ジムの鈴木カバトと対戦することがすでに決まっています。龍光和弘、これは第8ラウンド龍光の攻めですが、ここはあの沼田さん、なかなかパンチをまとめていきましたね。そうですね、もう少し、もう少しそのまとめていけると思うんですけどもね、もう少しですか、はい、最低日本チャンピオンになると、そこから先は日本のタイトルを取ってから話しますという龍光です。まだまだそのスタミナにね、余裕が残ってますし、その爪で見たいですよね、はい、あの後にラウンドとその、そういうこの試合を見てみたいですね、龍光の。見てみたいですよね、まあ、それだけのものを持ってる選手ですからね、はい、ずっと後楽園ホールで戦ってきた龍光ですが、今度はその日本タイトルマッチは大阪で行うことになっています。まあ、大阪は、まあ京都出身ですから、まあ、逆に地元ということが言えるかもしれません。そうですね、地元みたいなもんですからね、はい、まあ、おそらくこの龍光選手がチャンピオンになるのはね、はい、濃厚だと思うんですけどね。そうですか、それだけのもの持ってますか龍光は。もうもちろん持ってますね、ただもう少しね、お客さんにアピールするような、そういうところが欲しいですね、これまで4戦4勝の龍光ですが、まだ KO 勝ちがありません。飯村さん、はい、赤コーナー残すラウンド2つなんですがね、はい、相手のバルセロナちょっと膝も伸びてきてますしね、もうここからはどん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 前出ていけという指示ですね、で会長はですね、ポイントはもう 3,4 ポイントリードしているだろう、でも倒したいなというコメントでした。はい、沼田さんも思わず苦笑してしまいます。まあ、そうですよね、決してその倒せない相手じゃないですからね、この第9ラウンドに入っている龍光ですが、これまでは8回戦が最高だったので、まあ、未知のラウンドに入っているということですが、沼田さん、あの、まあ、スタミナはもう十分、もう症状を見てもね、スタミナは余裕は十分ありますから、その分もう少しね、手を出して見せ場を作ってもらいたい。もう龍光選手もここはもう思いっきりね打ち合っても、もうスピードが違いますから、あの怖くはないと思うんですけどね、まあ、先にパンチ当たりますからね、スピードの違いさがありますからね、このバルセロナもパンチがこのラウンドちょっと出なくなりましたね。出なくなったですね、ちょっともう疲れがね、かなり出てますね、スピードも落ちてきたし、威力がなくなってきたですね、右、ダブルです、あ、左、そして右、打ち合ってもこういうふうになりますからね、どんどん行くべきですね、第9ラウンド右アッパーのバルセロナですが、これは空を切りました。龍光攻められるか。残り30秒です。第9ラウンド右フック、ちょっと絡めていきました。
頭を押さえてしまいました。押したいですね、はい、これはスリップです、うん。まあ龍光選手も、はい、ちょっとね歯がゆいんでしょうね。ちょっともどかしいところありますかね、はい、第9ラウンドも残り15秒左龍光です。あリンク、これはオープンですね、はい、今のリダブルですが、うん、ちょっと間合いが遠かったら。第9ラウンド終了しました。残るラウンドは1つとなります。沼田さんは10対10、大橋さんは10対9、龍光につけました。じゃあ次、千田光雄ゲームね。千田光雄。なはなは。千田光雄。なはなは。そろそろお会計の方。財布忘れた。俺も、俺も。ダメじゃん。ララ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 ラ。ご利用は計画的に。アコン。アコラキー、しっかりしろよ。誰だってミスター缶コーヒーポッカ。ジュニアバンタム級の10回戦、龍光和弘とナタールバルセロナ、これから最終ラウンド第10ラウンドに入っていきます。放送席、沼田さん、大橋さんの採点はともに4ポイント龍光リード。まあまず判定ではセコンド陣も龍光相当リードしていると見ているようですが、あとは勝ち方ですね。そうですね、内容でしょうね、うん。さあ第10ラウンド最後のラウンドが始まりました。ガードを固めますバルセロナ、まあ、ポイントは差ついてると思うんですけども、はい、まあ、全体的な印象としては、この圧倒してるっていうね、感じはなんかねないんでね、まあ、この回この、はい、まあ、なんダウンの一つ奪うような、はい、そういう積極的にいってもらいたいですね。そうですね。さあ最後のラウンド見せ場を作ることができるか龍光。このラウンド攻めています龍光です。さあ右ボディミスを打っていきます龍光です。バルセロナが出ていく、回り込みます龍光。さあ龍光攻められるか。前に出るのはバルセロナです。龍光の右、バルセロナのボディです。頭がね、龍光、バルセロナの頭でした、まあ、このくらいのバッティングしょうがないですからね、はい、まあ、痛がらないでね、はい、言ってもらいたいんですけどね。さあ最後のラウンド残り2分です。6月には日本タイトル挑戦が決まっています龍光。綺麗な形でこのフィリピンのバルセロナを破っておきたいところです。最終ラウンドです。さあ龍光が右軽く伸ばします。左ボディ、まあ、右を伸ばしますが、なかなか綺麗に顔面捉えられません。バルセロナの左です。右を合わせる、右の相打ちです。この後楽園ホールの観客からも、まあ、ラストだラストだという声がたくさんね、上がっているんですが、そうですけど、はい、やはりその、ね、攻めるとかやはりその攻めないとね、はい、まあ、見てる側としてもちょっとジレンマになりますからね、はい、まあ、放送席の採点では4ポイントリードしている龍光です。まあ、やってる本人がね一番本当、まあ、もどかしい気持ちになってると思うんですけどね、はい、まあ、龍光が前に出る、龍光右、本当でもこの辺でね、はい、思いっきりこう攻撃に出て、勝負は向けたいところなんですけどね、終始押し気に試合を進めています龍光です。第10ラウンド最後のラウンドも残り30秒を切りました。さあ龍光パンチをまとめていくことができるか。ナタール・バルセロナのこめかみに左が当たりました龍光です。さあ右龍光パンチをまとめていく、あ残り10秒を切りました。 KO はありません。龍光右アッパー。さあさあここで第10ラウンド試合終了のゴングが鳴りました。最後のラウンドは沼田さんが10対9、大橋さんも10対9ということで、放送席の採点では沼田さん、大橋さんともに5ポイント龍光が取りました。さあ判定はどうでしょうか。ノックアウトではなく判定に持ち込まれました。ジャッジが森田健さん、手崎博之さん、そしてレフリーの熊崎光大さん、この3人によって判定が行われます。
山田さん、もうちょっとこのパンチを、まあそうですね、見せ場中もね、なかなか、もう少し見せてもらいたかったですけどもね、まあ、一点はその問題ないと思いますけども、はい、まあ、なんていうか、私の立場で、うなかなかそういう言うのも難しいんですが、勝者、赤コーナー、龍光。判定勝ち、赤コーナーの龍光です。大橋さん、いかがでしたか。まあそうですね、はい、まあ、この判定勝ちは問題なかったんですけど、やはりこの試合内容ですね、はい、なんかこの圧倒して勝ったっていうね、印象を受けないんでね、もうちょっとまあ決定的なラウンドっていうんですか、はい、そういうパンチがもう少し見たかったような気はしますね、まあ、そのしかし余地があるだけにこれから楽しみということも言えますよね、まあ、その持ってるものはね、相当なものを持ってますからね、まあ、これから2ヶ月後に日本タイトル控えてますんで、それを出せるように頑張ってね、ぜひ日本タイトル取ってもらいたいですね、今判定が発表されています。3対0で龍光の勝ちです。それではインタビューお願いします。さあ、それではこれで5戦5勝になりました龍光選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。最後までスピードが落ちませんでした。今日の試合振り返って。スピードだけですね。はい、というのはやはり最後仕留めたかったなという気持ちはありました。いや、自分のペースを崩すつもりはないんで、まあ、判定やから皆さん納得いかないと思いますが、今日はとりあえずもう6月25日に日本タイトル決まっているので、そのために絶対負けることはできなかったんで、もう勝つ意識して、もう勝つことがプロだと思っているので頑張って最後までやりました。はい、じゃあ2ヶ月後の日本タイトル戦に向けて一言お願いします。意気込みを。まあ、今回見に来てくださったお客さんには申し訳ないですが、今度大阪でベルトを取って帰ってきます。それで今度後楽園に上がるときはベルトを持って上がります。はい、それと今回15周年ということで、メインイベンターを やらせていただいた会長さん、どうもありがとうございます。それと、会長さんの息子さんが昨日生まれたんでおめでとうございました。会長さん、おめでとうございます。そして龍光さんは2ヶ月後頑張ってください。いい試合期待してます。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。龍光選手のインタビューでしたが、沼田さん、なかなかのこの気配りの効くまあそうですね、反省してる部分は反省していますしね、まあ、今度の試合に、ね、大きくつながればいいと思いますけども、はい、まあ、大橋さん、まあ、地位が人を作るということも言いますし、はい、まあ、メインイベンターになってタイトルマッチをやって日本チャンピオンになれば、またこの龍光選手のボクシングも変わってくるかもしれませんね。そうですね、このね、ミニスクのね、オープングロー気味をこれナックル返すようにすれば、はい、どんどん KO はね、増えていくような気がしますね。沼田さんはこれからの龍光に期待するものというと、やはりその強いと言いますか、詰めのはまさにやっぱりその見せ場のね、はい、作れるそのボクサーになってもらいたい、なってもらいたいと思いますよね、それだけのその素質は持ってますからね、はい、はい、そうですね、素質は十分の龍光、今日は3対0でナタールバルセロナを破りました。まあ、周りにこの挨拶するのも大変ですが、大橋さん、もこれからの龍光にもう5戦5勝ですけれども期待したいですね。そうですね、まあ、もちろんボクサー勝つのは大切なんですけども、はい、やっぱり KO をして、お金の取れるボクサーになってもらいたいですね、はい、大橋さん、今日はどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、この後はセミファイナル10回戦をお送りしたいと思います。沼田さんはにはこの後も解説をお願いいたしますが、ナタール・バルセロナと龍光和弘、龍光和弘が判定3対0でバルセロナを破った試合をご覧いただきました。